2012年5月東京国際フォーラムでベネッセ進学フェア2012が開催されました。会場には学校ごとの個別相談コーナーのほか、さまざまなブースが設けられ、来場者の関心を集めていました。様々な分野から著名な講演者を招いての講演会も行われました。中学受験はもう甘くないです。大人だって全く分かんない問題だらけですから。だけど頑張って解いていけるようになるんですよ。低眼校を選ぶというのは、文化を選ぶんだと思ってるんですね。学校文化なんです。自分の得意なところで評価してもらえる中学受験っていう方に、まあこう変な意味ですけど逃げ込んだ。どこの3年間をなんていうんですか、その自分の将棋に使いたいかっていう選択だったんですけども、まあそばにはいないけれども見守ってくれてる感じでサポートしてくれたりしていましたね。いろいろな教科を学習することによって物事を理解しやすく、さらに深く理解することができるようになると思います。自分が今やっていること、身近なことに興味を持つことが一番近道なのかなと思います。それでは講演会の模様をダイジェストでご紹介します。